こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。転売アカデミーのサポートを受ける方はですね、よそで、全然成果出なかったと。何やったらいいんだかわかんなかった。そんな状態で、転売アカデミーに乗り換える方も結構いらっしゃいます。よそでは全然稼げなかった、あるいは売れなかった方が、転売アカデミーに入るとですね、3ヶ月、あるいは4ヶ月ぐらいで、月10万稼げるようになってます。その理由なんですけど、他のね、塾、あるいはスクールの指導者の方が、指導能力が欠けているというのが、大きな理由ですね。人間誰でも自分の能力を正しく評価するのは難しいです。そのため、実績のある人は指導者として致命的な2つの間違いをしていることが多いです。まず間違い1、自分の能力を過小評価していると。その結果、自分ができたのだから誰でもできると思ってる。ね。自分ができたのを、自分でもできたんだから。はっきり言って、大した能力のないのに稼いでる方は結構多いです。で、その方も、自分が大した能力がないという部分はある程度把握しているようでですね。自分ができたんだから、誰でもできるだろうと思って、自分がやったことを他人にもやれというふうに教えてます。まずこの自分の能力をね、過小評価してる。だから、俺がやったんだからお前もやれと。私ができたんだからあなたもできるでしょうという教え方になります。で、今度逆です。間違いに、自分の知識の少なさ、引き出しの浅さを過大評価してると。ね。これは本当にたまたまうまくいった方法しか知ってなくて、大した経験もしてない方が、指導してる場合が多いです。その結果、相手に合わせた指導ができないんですね。そんなわけで、自分がやった方法を押し付ける以外にできないと。ね。その相手に合わせるとか、他の方法があるとかっていうのを思いもよらないわけですね。そんなわけで、相手に合わせて教えるという能力も発想もない。ね。そのため、偶然相性が良かった生徒しか結果が出ないってことになります。だから、たくさん募集すればですね、それは200人も募集すれば、数人はですね、月収100万以上でも、稼ぎが100万以上でも、そういうの、ポロポロ出てくると思います。ただ残りの90%、あるいは80%の方はですね、何をやったらいいんだかわかんない状態で、終わってしまうと。質問してもですね、そんな甘えたことじゃ稼げませんと、切り捨てられてしまうと。ね、わかんないとこ質問してんのに、自分で調べないと力つきませんと。ね、力つかない以前に何やったらいいんだかわからず終わってしまうっていうのが、よそ様のパターンで多いようです。私は逆に、その辺の経験というかですね、自分が、例えば一番勉強になったのは、営業の仕事で営業マンを教えた時ですね、私が簡単にできても部下はできないってことが、よくあると、それが普通だということが分かりました。そしてまた、私ができないことをやる部下もいるということも分かりました。そんなわけでね、相手に合わせて、相手ができること、得意なことをやらせないと結果が出ないっていうのがですね、営業の指導をしててよく分かったわけですね。その経験をもとに、今まで指導してきて、指導した部下がトップセールスマンになったりした経験をもとにですね、それ転売に置き換えて、相手に合わせて、ね、分かんないところは、分かるように教える。苦手で結果の出そうもないことは諦めると。ね、諦める感じですね。何でもかんでも標準まで持っておこうとしたら時間かかってしょうがないんで。で、すぐに結果が出る方法で、相手に合ったやり方を教えてると。ね、これは結果出ないわけがないですね。ただこれはある程度、社会経験というか人生経験というかね、指導経験というか、そういうのが必要になります。で、おおむね、物販っていうのは結果出やすいもんですから、若くて経験の浅い方が結果だけ出して、で、そのやり方を教えて、指導力がないのに教えてる例が多いです。だから結果が出ないと。私の場合は、たまたま物販を教えてますけど、もともとはね、営業の方で人を指導してたんで、その経験を生かして教えてると。全然経験も、教えるスタイルも違う。そして私は、根性とか努力が嫌いでですね、そんなガンガン頑張れと、死ぬ気でやれと、ね、徹夜でやれと、そういう教え方は全くしません。嫌いにならないように継続できるやり方が一番いいと、楽しくやるのが一番いいというスタイルで教えてますんで、結果が出ると。結果が出て当たり前のやり方を教えてるから、転売アカデミーのサポートを受けると、結果出てます。その辺踏まえてですね、何でも遠慮なくご質問ください。
自分で調べるとかそういうことは私は言いません。なぜなら、初心者の方はね、自分で調べると間違った結果にたどり着くことが多いです。そんなわけで、何でもお気軽にご相談いただければ、状況を把握して、あなたに合ったサポート方法をお知らせします。だから、天文アカデミーのサポートは、結果が出てます。ね、さすがに何も報告いただかないのわしもね、何のサポートもしようがないんで、うまくいってる場合はもちろん、うまくいってない、わかんないことももちろん、そうじゃなくてね、何をやればいいんだかわかんないと、今状況はこうですというご相談でもですね、お気軽に、ご質問ください。以上、天文アカデミー、堀秀夫でした。